バレーボール女子日本代表の首相、小賀紗理那、28イコール NEC、が、パリ五輪後の現役引退を表明し、海外ファンの間でもショックが広がっている。写真、夫婦で会見に出席した小賀と西田。9日に自身の SNS 上で表明した小賀は、パリ五輪に集中したかった、などと理由を語った。日本代表の大エースとしてチームを率い ネーーションズリーグでは銀メダルを獲得ベストアウトサイドヒッターにも輝いた。海外にもファンが多いとあって、SNS 上で情報が広がると英語はもちろん、トルコ語やインドネシア語、ポルトガル語などさまざまな言語で反響が。引退だなんてノー、と嘆くファンや、まだ28歳なのに。日本が伝説に別れを告げる、もうこの女王のプレーをせいで見ることはできないのね。 などと、涙目マークで投稿する海外ファンが続出した。中国メディア、新ミ財径も、小賀の引退発表が海外ファンに衝撃を与えた、との記事を掲載。中国国内の SNS でも、小賀、涙目マーク、あなたの選択を尊重します、涙目マーク、といった声が上がっている。